2割3分日本18盗塁。成績落としそう。日本は露骨にマークして打たせないでしょ。確かに、出塁率は上がりそうやけど。アメリカほど異常気象もないからテンション上がらんでしょ。トラウトって地震には興味あるかな。ツイッターの飛行機の数が激減。趣味は地震観測です、名古屋。3割7分3厘39本 OPS13 割くらいと予想。勝負されなすぎて出塁率5割超えそう。なんとなくメジャーでも無双してるやつは、あまり成績変わらなそう。トラウトはメジャーでも3割5分や50本塁打打つタイプじゃないから、パッと見は飛び抜けた数字にはならないと思うが、妨害上値を記録しそう。落合の3割6分7厘52本に打点少なめで出塁率 OPS 上乗せみたいな。OPS13 割くらいで安定しそう。トラウトは低めに強いから日本でも活躍しそう。あの野球マシーンはどこでも成績変わらない気もしてきた。酒ダンス踊らされそう。トラウトは日本語で酒とかますって意味なんだ。じゃあカープがお似合いか。給料次第で成績変わりそう。チームやリーグによって変わるだろ。ヤクルトとかなら3割2分30本100打点は硬いだろうが、楽天やソフトバンクだと3割は厳しそう。前世紀の柳田みたいな成績じゃね。ホームランは意外と伸びなそう。50本とか打つタイプじゃない。舐めすぎ。トラウトはバリーボンズと比較される歴代最強クラスの打者。去年の飛ばないメジャー級で50本ペースやし勝負してもらえば60は打つ。ただ三振は多いと思う。普通に考えたら鈴木誠也の上位互換だから、3割5分以上40本以上 OPS11 割以上ちゃう。3割5分40本は行くやろ。出塁率は日本記録超えそう。勝負を避けられても調子崩すタイプじゃない。野球マシーンだからな。山本、佐々木クラスの投手がゴロゴロいるメジャーであの成績なのを忘れちゃいかんよ。